はい、こんにちは、キューさんです。いつもありがとうございます。岐阜市にいます。これから一宮を通って名古屋に向かうところです。時刻は12時過ぎぐらい、11時にチェックアウトしてちょうどココイチでランチにしました。これから通る一宮はココイチの発祥の地ということですね。まあ、そんな話を昨日聞いたもんですから口がすっかりココイチになりました。でもよく考えたら昨日の昼はインドカレーを食べましたんで、まあ、カレーが続きますね。もっともカレーは毎日食べても飽きません。インド人がそうであるように。まあ、昨日はねすごい山の中を走ってましたけども、今日はずっとこんな感じかなと思います。まあ、一宮通って名古屋は都会ですからね。30キロぐらいタラタラと走っていきたいと思っています。ところでいいニュースが来ましたね。ついに緊急事態宣言、そしてマンボウが解除されるという話です。全国一斉に、もちろん各自治体によって個別の対応はあるかもしれませんが、まあ、いずれにしてもですね、政府として国としては緊急事態宣言を解除すると、もはやもう今年は何が緊急か分かんないと、緊急こそが日常じゃないかということで、日常になること自体が緊急のようで落ち着かない感じもあるんでしょうが、ようやくです、始まります。10月から明るい未来が、僕は泣いてしまいそうです。時刻は1時半です。今日名古屋に泊まるんですが、ホテルまであと10キロぐらいです。なので1時間ぐらいで着きそうですね。3時チェックインなんで少し時間潰そうと思ってファミマがあったんで売りました。なんてことないんですけど、おやつタイムでこんなのを見つけてしまったんですよね。お月見プリン、なんか面白いですよね。初めて見たんでちょっとこれを食べてみたいなと思いました。で、あとねコーラね、この小さいのがちょうどいいですね。あんまりでかいのは大きすぎるんでね、100円でいいサイズです。ちょっと喉乾いたんで先にこれ。めちゃくちゃうまいですね。じゃあこのプリン出てきたいと思います。当たり前ですけど普通の黄身ではないですね。これ黄身だけ食べてみようか。うまいですね。うまいですね。ただこういう味だなって分かりましたんで、2回目はないかなと思います。別にこれがダメって言ってるわけじゃないですよ。なぜこれを買ったかというと形が面白かったからです。美味しい、美味しいです。でもリピートはするかどうかというと、まあ、他に選択肢があるんであればそっちに行くかなと思いますね。世の中って2種類の人がいるんですよね。何かって言ったら、いろいろある中で確実に美味しいって分かっている失敗がないものを何回も選ぶ人がいるんですね。で、それに対して確実に失敗しない美味しいものはあるんだけども、それとは別に全く見たことがないやつを選ぶやつがいるんですよ。で、僕後者なんですよ、完全に。だから、まあ、メニューがあって絶対に美味しいのを買ってるんですよ。でも絶対に美味しいのを買ってるんだけれども、あえて全く食べたことがないメニューを選ぶっていうことをするんですよね、僕は毎回。まあ、たくさん選べるんであれば確実なやつも選ぶし、あともう一つ未知の世界のやつも選ぶんですね。でもとある人はですね、確実に美味しいやつの大盛りとか2つ頼むんですよ。まあ、それはそれでね、そういう人が必要なんですよ、世の中にですね。で、そういう人たちがなんかお友達になったりするととてもうまくいくんじゃないかなと思います。言い悪いじゃないです。で、全然話変わるんですけども、最近不思議なことがありまして、毎朝ですよ、もう3日と言わないかな、4日5日連続なんですけども、朝パッて目が覚めてスマホの時計を見ると
5時22分なんですよ。毎日5時22分、なんで5時23分でもないし5時21分でもないんですよ。必ず5時22分なんですよ。まあエンジェルナンバーとか言うと、例えばこれ変化の時ですとかあるんだけども、なんかもっと深いメッセージが読み取れたらぜひコメントで教えてください。ネットで調べられることは調べましたので、まあいずれにしてもなんかすごい変化の時なのかなっていう気がします。522足したら9なんですよね。それもツイッターに書いたらそうやって教えてもらいましたけども、足したら9なんです。何かが本当に変わろうとしている、何か始まろうとしているという感じじゃないでしょうか。名古屋セミナー激しく終わりました。いつになくというか、いつも以上にアグレッシブな熱いセミナーになったじゃないかなと思います。もともと僕はですね、ドゥーっていうですね、劇場的なスタイルを特徴としていたんですが、まあここ最近割とおとなしめにやってたかもしれません。ある意味原点回帰的なセミナーになったじゃないかなと思います。残り大津と神戸、激しくやっていきたいと思います。そして10月3日にはですね、福岡に帰りまして、昼福岡の月1のセミナーがあります。ちょいちょいですね、セミナーとかトークライブどこで申し込むんですかって聞かれるんですが、まあ例えば LINE だったりブログだったりメルマガだったり Facebook だったり Twitter だったりで告知はしてるんですけども、一応これ見てらっしゃる方は概要欄にそのご案内が常にございますので、まあそちらの方もチェックしてみてくださいということですね。参加された方いいことありますよ。あ、そうそう、とっても驚くことがありました。今回宅発性重量品制とさせてもらってるんですが、なんとこれまでですね最高の額を入れていらっしゃる方がありました。ゆきじさん7枚、ちょっとびっくり、ありがとうございます。世の中に還元させていただきたいと思います。きっといいことあると思います。前回の動画を見たからっていうことではもちろんありません。前回のはまだですねセミナーの時にまだアップしてませんでしたので、何かが起ころうとしてるんじゃないかなと思います。そしていいことありましたね。今朝もお話した通り、今月もって緊急事態宣言が一旦解除となるようです。もちろんまだまだ段階的に緩和ということですね、自治体によって対応はあるようですが、いずれにしても始まったなっていう感じですよ。始まりました。本当に未来は明るいと。ワクチンの接種率もまあそろそろ6割ということで、その辺が完全にターニングポイントあるわけですね、世界の事例を見ると。いや、なんかいいんじゃないですか。なんだろう、もう頭お花畑しかないですよ。いや、マジで本当に。で、あとですね、まあ、さらにいいニュースもあったんですが、アメリカの医学界の最高の権威あるラスカー賞というのがあるんですが、なんとそれがメッセンジャーのワクチンの生みの親であるカリコ博士らが受賞したらしいんですよね。いや、これは喜ばしいですよね。そしてさらに、まあ、近々ノーベル賞の発表があると思いますが、まあ、毎年秋ですもんね。同じくカリコ博士らが受賞するんじゃないか、いやもうすでに当確だというふうに言ってる方もいらっしゃいます。ノーベル生理学医学賞ですね。さらには科学賞や平和賞まで行くんじゃないかっていう、ダブルトリプル受賞も不可能じゃないんじゃないかということをね言われてる有識者の方もいらっしゃいますが、まあそれはさておき、まあいずれノーベル賞を取ると思いましたよ。メッセンジャーRNAワクチン関係は意外と早かったですね。まあこれ実際に本当にもうものすごい成果を上げてるわけですよ。日本のマスコミだけだったらまだ分からない、いやまあまだだ副反応が怖いとかですね、打ってるのに感染が拡大してるとか、まあいろんなネガティブなニュースも聞くんですけれども、世界を見るともうそんなことどうでもいいんだ、もうただの風邪になってるんだということなんですね。で、日本もそういうふうなところが見えてきたわけですよ。来ましたね。そして10月は矢沢永吉のツアーもありますし、なんだろう、えマジ未来は明るいって言っていいですか。これまでね、2020年2021年と、まあ、トンネルのような、もっと言うと峠のような日々を送ってきたかもしれませんが、いろいろありました。僕も特に今年は結構辛い半年1年だったかなと思います。去年は結構ね楽しくウェーイという風にやってたんですが、
まさかの変異株っていうのの猛威が振るいまして、ほんまにその現実的な対応として舐めてかかっちゃいけないっていうことに直面したわけですよ。で、僕は現実主義的な楽観主義ですので、きちんと現実を見た上で頭の中パッパラパお花畑でいきましょうっていうことなんですね。なのでテクノロジーとか社会のこととか経済とかにすごく注意して見ているわけです。その一方で現実は現実としてまだまだ注意しないといけない部分はあるんだけども、俺たちの頭の中はロックダウンされないぜと、頭お花畑からパッパラパーで行こうぜという、そしてできることどんどんやっていこうってことなんですね。僕はワクチンはですね、6月の末そして7月の末に2回打ちました。もうあれから1ヶ月経ってます。フルワクチンレディってことですね。まあ、世の中にちょっと先駆けてチャリ旅を始めたわけですけども、本当だったら10月にね始めるべきだったかもしれませんが、いや、これは俺は先駆けてやるんだ、パイオニアなんだ、先駆者なんだっていう感じでねやらせてもらいました。そういう空気が本当に出てきてるんじゃないかなと思います。いやー、なんだろう、今回のこのチャリ旅、そしてこの9月8月は廃人のように過ごしてましたけども、最近は毎日よく眠れますし、で、いろんな人とお話もできるし、たまに飲むお酒も美味しいし、来ましたね、未来は本当に明るいです。言い続けてきた甲斐があるというか、もちろん僕の貢献でも何でもないんですけども、それでも僕は僕なりにいろいろ批判されながらもですね、いろんな辛い目に遭いながらも信念を曲げずに主張し続けてきたことがあるわけです。いや、まだまだ批判はされますよ。だけれども大丈夫です。人類を信じましょう。今回のですね、カリコ博士のメッセンジャー RNA のワクチンの技術っていうのは1年2年の話じゃないんですよ。医学界ではもう30年以上前からずっと積み重ねられてきたわけですね。じゃあ、そしてこのメッセンジャーの技術はワクチンにとどまるものじゃなくて、例えばがんだったり自己免疫性疾患だったりですね、様々な治療に応用できるというものがあるわけですよ。それはもうノーベル賞以上の成果だと思うわけですね。それがまずパチンと世界的に受賞されました。まずは医学界の最高権威であるラスカー賞を受賞したっていうのがあります。そして世間的にもすごく周知されているノーベル賞ですよ。10月は変わりますね。ガラ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 ーっと、もう明るい雰囲気になりまくるわけです。気分がいい、気分がいい、感動的です。未来は明るい、言い続けていきましょう。人類を信じましょう。テクノロジーを信じましょう。文殊菩薩を信じましょう。知恵の神様ですね。人類の英知の神様。なんか文字も一つ見えますね。三人によれば文字の知恵というのですね。三人どころか世界中の様々なたくさんの頭のいい方が寄って、そしてこの世界的な100年に1回のパンデミックを解決にこぎつけているってことですよ。オンガラハシャのオンガラハシャのオンガラハシャの、思わず文字菩薩のご神言を唱えたくなるような、いやー、嬉しいですね。10月は動きます。もっともっと動きます。僕もガンガンに上がっていきたいと思いますので、引き続き楽しくいきましょう。ありがとうございました。